皆様、こんにちは。うぷ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。ルゴスさんです。カミソデです。キャラファイ第2章第2話ですが、トレビアの過去の話だったね。なんというかあの一族って悲しいよね。剣の親友のベリアルと太郎の親友のトレビアが闇落ちしたからな。あと大河と太郎自身も一時期闇に落ちてたね。しかもなんか OP ではベリアルアーリースタイルとトレビアアーリースタイルが一緒に並んでたし今後が気になる。さて、今週も大体3分でわかる怪獣解説やってくよ。それではどうぞ。ゆっくりしていってね。バキフェイサーチャンネル。今回解説する怪獣は、スーパー必殺怪獣、デマボーグ。なんていうか肩書きがいつもと違う感じだな。お前が言う？ってことで今回はウルバトに一番合うであろうデマボーグを解説していきます。スーパー必殺怪獣、デマボーグ。デマボーグはウルトラマン第7第27話、怪獣ゲームに登場。デマボーグの身長は68メートルで、体重は7万2000トンです。デマボーグは通信テレビゲームの怪獣コロシアムで大地という少年がプログラムした機械化された恐竜のような姿を持つ怪獣です。ちなみに怪獣コロシアムとはキッズコミュニティ社が販売している PC ゲームで、ゲームシステム的には怪獣を育てて、通信プレイで戦わせることが可能で、今まで現れた怪獣を使ってカスタマイズすることもできます。このゲームウルバトなのでは？このゲームでは育てた怪獣をレベル99にすると怪獣トーナメントに参加することができます。で、大地は見事決勝戦で相手のグロッシーナ2を倒し、デマボーグは優勝しました。優勝したデマボーグを目につけたチェーン星人レフトはデマボーグを実体化させます。デマボーグの武器は口の鋭い牙や怪力に加え、敵を投げ飛ばすことができる尻尾、サタンボーグテールや、両手を巨大化させてビームスライサーやフラッシュサイクラー、フラッシュ光弾も防ぐことができる、デマハンドプロテクション。そして必殺技は尻尾の先にある針で連続突きを決める、デマボーグスペシャルです。さらに倒した敵を吸収して、自身の力の一部にしてしまう能力も持っています。劇中では決勝戦で戦ったグロッシーナ2やゾウなどを吸収したりしてました。これ本当にウルバトなのでは？デマボーグは最初赤いティラノサウルスのような姿で、レベル99で体にトゲ状の鱗が生え、怪獣トーナメントで様々な怪獣を吸収したことでこのような姿になりました。デマボーグの操作はチェーン星人に操られた大地がゲームのコントローラーで制御していました。デマボーグは様々な技や能力でダイナを苦しめます。敵を吸収する能力でダイナも取り込もうとしますが、スーパーガッツの活躍によって大地は救出されます。さらにガッツブラスターの攻撃により、通信テレビゲーム機がテレビもろとも破壊されたため、デマボーグは暴走します。暴走により全ての特殊能力が使用できなくなり、デマボーグは弱体化します。最後はダイナミラクルタイプのレボリュームウェーブアタックバージョンで倒されました。ちなみにチェーン星人らはデマボーグの暴走の際、デマボーグに破壊されたビルの崩壊に巻き込まれてお亡くなりになりました。今回はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくね。次回の動画もよろしく。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。またツイッターもやってるからご覧よ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。